これ混ぜまーす。思って2、3杯入れていい。プリプリっす。はい、どうも、キョムでーす。今回ですね、もう、まだ酒残ってる。マジで。マジで酒残ってるんだけど、まあ、ほんと、久々にこんな虚無感を味わってる。人はなぜ飲んでしまうのか。それ昨日の俺に聞いてくれ。本当に。そういうことだよね。今回は、虚無のおじさんが作る、虚無おじさんが作る、絶望レシピ。いや、絶望の中の一抹の希望。虚無レシピ。虚無、なんだっけこれ。虚無油そば。虚無塩油そば。前やったのは、虚無の油そばね。醤油味、醤油トウソース味のやつやったんだけど、今回は塩味ね。塩味の油そばもめちゃくちゃうまいんで、今回はね、それをやっていく。ただもう無理なんで、椅子に座らせてやらせてください。リュウジのバズレシピ。材料紹介。焼きそば、まるちゃんとはね、卵、使い換え用のニンニクね、これ落ちてたからすごい、ね、調味料もういい、やるよ。あ、レシピレシピレシピは全部このスマホに入れてあるから、これ LINE に入れとくと、レシピ入れとくとマジ便利なんだな。で、こういうね、お皿とかでもいいから用意してください。自分のスキレットがあるからこれやるけど、これめっちゃいいんだよね。このまま器になっちゃうから。焼きそば入れます。そして塩ひとつまみ。ひとつまみっていうのは三つ指でつまむんだからね。ひとつまみ、塩油そばの塩の部分、二つ指でつまんだら少々だから。白だし大さじ1杯。これうまつゆとかでもうまい。これうまつゆだとちょっと甘くなるけど、これうまつゆの方がだしの香りが強いからね。これうまつゆだ。だしとかも全部入ってるからうまいね。塩味のうまみをつけます。酒、これ香りつけます。あと旨味ね。オイスターソース、今日は計量しなくてもいいんだけど、計量しないとなんか味がブレたとかうまくなかったとかいうものがあるから、一応計量して、小さじ1とか、ね、正確に分かればいいんだけどね。この油、小さじ2、マジできつい。これからテレビ出るとか本当にありえない。おろしニンニク、これ虚無の時におろしニンニクって、あと虚無な時にニンニクなんかおろしてらんねえよっていう人いるんだけど、そしたら別におろさなくてもいい。あ、チューブでもいい。油そばはね、ニンニク入ってないとうまくない。 2g とか 3g とかだから、まあ一かけの半分でとかで、まあまあ奥入ってもまあうまいから。じゃあこれ普通の人はラップして、俺はこのスキレットはこの蓋あるから、これでラップしなんですけど、これラップ面倒さ、これで2分半。これ焼きそば麺作るやると中華麺茹でなくていいから、お湯も上がらなくていいから、マジで興味ある。興味が上がる。2分半にはめちゃくちゃうまい油とか食えるから、やってさ。普通容器熱くなんだけど、これ取っ手があるから熱くなんない。じゃあこれ混ぜまーす。白だしとに少しオイスターソースがあると塩味が強調されるんだよね。だからめちゃうまい。興味だけど味は全然興味じゃないから。で、下手な油そば屋さん行くより全然これの方がうまい。これからテレビ撮影とか絶対なんかの間違い。俺が昨日朝の3時半まで飲んでたもん、なんかの間違いです。で、ここに調味料があるんだけど、まあ別になかったらないでいいけど、まあ胡椒ぐらい入れてほしいな。胡椒思って2、3杯入れていい。塩味と胡椒合うから。レモン汁、これ適量、1マジック玉ぐらい。最後に卵黄を落とすとクリクリズが増加するから。親父にならないようにする。なるんだ、こうやって。クリクリスは絶対言わないと。クリクリス、卵白余るじゃん、これ飲んで。ちょっと醤油垂らしてもいい。はぁ、今日も油そば。それでは塩油そばできました。食べます。卵黄
絡めたら何でもうまくなるからね。じゃあいただきます。すげえいい匂いする。うめえ。シンプルにうまい。前の虚無油そばは結構ね醤油と油っぽさがあったんだけど、これさっぱりだね。でもパンチが効いてる。ブラックペッパー結構かけた方がいいし、レモン汁もあった方がいい。レモンの酸味がすごい効いてさっぱり、そんなに油っぽさないね。でこれさっきかけてなかったラー油、ラー油で辛みと油味足すとすげえうまいと思う。オイスターソースが少し入ってるからなんか奥深さがあるんだね。これ本当に卵がなければ本当に焼きそば麺に味付けただけなんだけど、麺に味付けたけどここまで食えんだなっていうふうに思うよね。大切なのはやっぱ糖と油、これが入ってればうまい。だから油そばはうまい。で電子レンジだけでできる。電子レンジでやってるから水気がなくて味が全部絡むんだよこの中にね。じゃあ食べますか。手伝う。手伝う。手伝う。手パンチ効いてんね。両腰を聞かせた。目を覚ますために。これからテレビいいじゃん。このまま出たい。うん、ダメ。このまま出たい。このくらい、あの前の動画でやってるから。いいんです。よしとしていい仕事受けてるから頑張って。この俺も、俺じゃん。認めてほしい。シャワー浴びて。はい、まあ、俺だったらもうちょっと野菜。ね、自分だったら入れます。野菜何入れる？何入れるよね。レンジで。もやし?2 分でって言ったら、まあ、もやし、ネギ。ネギ、ネギね。ネギ入れたら虚無になんねんだよな。まあ虚無なんだよ。まあでも虚無はアレンジしろって言ってるから、ね、そうこれがうまいからってこればっか食ってから死ぬぞ。まあそうだよね。あ死ぬ。まあ、週1回とかそのくらいの頻度がいいよね。それか野菜と肉入れてくれ。あ野菜まあ辛みあった方がいいんだよ。ラー油があるとやっぱ進むんだよ。こういう料理ばっかりやってるとうるせえやつらに、こいつは日本のね、食生活を、食文化をぶっ壊してると。いいんだよ、ぶっ壊して。ぶっ壊すからな。だからもう、ぶっ壊すために、これでテレビ出ます。ぶっ壊します。はい。いや、それはちょっと、許可取ってからでしょ。これ、許可降りない。絶対降りない。分かってんじゃん。じゃあ、ぶっ壊してくるわ。今の俺をぶっ壊して、仕事モードの俺になってくるわ。はい。痛くない。いやこれ8分いくかな。尺の審判。尺の審判。いや短すぎて見られてない可能性あるから最近。今日もめっちゃ見られるわ。見られるんだけど、おすすめに出ない。そうみんな本当料理のシーンしか本当見てない。今日はもうそこで言うと最弱だから。最強で最弱が今日。なんかスローで再生するわ。スロー再生。龍二だ。いやそれやってみましょう。次回の企画案。 0.5 倍速で、うん、次回企画案決定で軽いな。 0.5 倍速動画で企画会議するじゃあ次は 0.5 倍速挨拶で尺伸ばします。よろしくお願いします。じゃあ何ハイボールを最初10杯ぐらい飲んでからずっとわけのわかんない焼酎ガールズバーン、なんかのものもくんとかじゃない。それがそれが名もない焼酎、うん、名前も何もない焼酎。マジで途中から全然何飲んでたか分かんない。やばいやばい。あの思い出した。ガールズバーを4軒はしごしたんだから。初めてだよ。